占い師一致で、今から1人50枚ずつ配るので、メダルを、それぞれこの中にあるメダルゲームを5プレイ必ずしてください、はいはい、市民チームの人はなるべくその50枚を可能な限り増やすように頑張る、はい、で人狼チームはこの6人の中で最終的に一番低い数字にしなきゃいけない、はい、でまず0が一番最低なんですね。今ちゃんと押したよね、分かった。
はいはい、まあでもまあ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 、いや、いいと思うよ。いいよ。じゃあ次誰か行きたい方、この豪華を見てて。いや、行きづらくなってる。え、行きづらい。どうします？いいですか？じゃあ俺行っとこうか。おい、りゅうちゃん行きますね。はい、お願いします。参りましょう。さあ、りゅうしんどうしますか？5回だもんね。ああ、じゃあとりあえずこれやる。来た、このワンワンレース。来た来た。じゃあ行きましょう。行きましょう、りゅうちゃん、お願いします。2枚、2枚、2枚。ああ、こいつ早いぞ。電化1、電化1。この人だけかけてる。はい、でかいの。電化1よ。1あるからね。勝てるよ。ドンキいけるんじゃこれ。ドンキ、ドンキ勝った。めっちゃいいよ。え、何枚使った？2枚。え、4枚。4枚。あ、いいいい。2枚使って4枚買った。そう、2枚増えただけ。2枚増えてる。こいつドンキ勝った時さ、めっちゃ驚いてた。めっちゃ驚いてた。勝つんかいみたいな顔してた。怪しい、怪しい、怪しい。キャッシーと、はい、可愛い女のキャッシー。ナオ、ナオ言う。ナオ、ナオ、ナオダメ。ペッツ高くなっちゃった。ゴーキ、これゴーキ。 俺だ。マックス、マックス、ゴーキ、ゴーキ、マックス、ゴーキ。一番ビビン翔太いるけど。めっちゃいいな。ゼン、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 ゼン。マックス、ゴーキ。何かけた？マックス、ゴーキ、キャッシー。マックス、ゴーキ、いけ。頑張って。ゴーキめっちゃ警戒。え、ゴーキ早く勝つんじゃ。まあ、えぇー、ボケた。ほら、翔太さん、翔太、おじいちゃん、負けすぎる、負けすぎる、発揮しちゃってるやん。マックスね。どうする？もう今2プレイ。もうオッズ22倍あるよ。マジ？オッズ22倍いくか。いや、もうええって。コタロ、俺、コタロ、俺、コタロ、コタロ任せ。前回2だって。あ、オッケー、任せて。可愛いやん、自分だけ。おい、おい、なお、なお、なお、こいつにかけちゃったよ。おい、こいつにかけちゃったよ。66枚。いけないよ、いないよ。泳げなかった、金筋。いやいや、一発。どれどれどれ。あれでもないやつ。かわいい。あと1プレイでしょ。あと1プレイ。こいつ当てるしかない。お前、ドッグランしてる。ワンワンレースで終わるやん。あ、待って、大谷選手50-50達成したい。そうだよ。確かに。お前が達成しなくてどうする。そうだな。行くわ。行っちゃう。行ったれ。なお、なお、こいつ、なお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 、高校時代、なお、100キロあった時のなお。でも、これ勝たなきゃいけないから、もう5枚いきます。そう、行こう行こう行こう。え、勝ったよ、24枚。いけ、なお、頑張れ。なお、頑張れ。え、いきなり俺ってめっちゃ強いの。リュウシなんだかんだこういうなんかさ、どんくさい市民アピールしてるだけであって、あ、最後のファイ5プレー目で一気に全掛けみたいな。うーわー、いや、あるよ。いや、あとこいつ市民でもそれやりそう。あ、まあまあ、そうね。どっちにしてもね。知らんね、むずい。ただただやりたいだけで。はいはいはい。じゃあ皆さん、こちらどうしますか、次。そろそろ俺行こうかな。行く？いや、俺行けるなと思ってるんでね、今。どっちもいいよ。いや、任せるよ。このタイミングで行きます。お、はい、お、人狼の心理的になんか中盤ぐらい行きたいあるからね。任せてください。はい、行きましょう、ゆうやくん。これ最低ベッド5枚あって、とりあえず5枚行かさせてもらいます。おこいつ怪しいんだ。とりあえず5枚ね。さあ、ひえ、あ、こいつ喜ぶ。どうなる？はい、行けたよ。マジで言ってる。いや、まだわかんない。全然悔しがってない。まだわかんない。何が痛くてる。やばいよ、お前。もう一回5枚貸して。また5枚だ。何が痛くてる。何が痛くてる。タイミングと、あと悔しさがない。でも今のね、お前マジ悔しさねえぞ。今どこで怒ってる。怒ってんどこで。来た、これ来た、ナイスタイミング。ほら、次の木、次の木。ほら、ほら、ほら。はい、ワンチャンあるかも。今、私のワンチャンの日。いや、いけるよ。あ、次の日、次の日。太陽、太陽、太陽。あ、秋の鳴り。やばい。怖い、怖い、何枚？一枚。一番いいわさ。いや、でもなんか喜び方がうとっぽいね。マジでわざとらしい。ちゃんと行ってる気がして。いいよ。待って、来て、行きます。え、5枚。行け、いけば当たってんだけど。いや、だって決めてたら。ほら、次のピン、次のピン。ほよー、はい。うまい。うまい、ナイス。俺、分かってるんだよ。待って、もうちょっと悔しがってる気がする。違うよ、ほんとに。ほら、今、確認してもらって。あって、いけ。だって、お前、99より稼いじゃったら、やばいよね。やばい。もう一回耐えろ。1枚ダメ、1枚ダメ、2枚もダメ、あとで。え？待ってた？待ってた？はい、いけいけ。よっしゃー！
ハメガール、すぐサーブって、だってこれあれでしょ、え、プラマイゼロでしょ、今プラマイゼロぐらい、増やしてやるでしみっちー、10でいっちゃうよ、10でいくよ、いや10でいくんね、トラックベッドね、いきましょう、いきます、当然に感じてる、待って、うわっ、うわっ、うわっ、マジマジ、いや違う、今おもろかっただけなんだ、振動です、あお前やばいな、客層すぎる、ちょっと振動じゃん、お前ら今一人笑ってるから、いやお前これで振動だったら結構この企画ぶっ壊したっちゃう、絶対違うから大丈夫です、行きましょう、グッズ2段目発売中、詳細は概要欄から、はい、じゃあね、ヒューク終わったということで次に出してますか、お、なお、なおし、どういうお前なお行くか、なお、シェー、何やりたい、何やりたい、俺競馬、おー、じゃあ行こう、はい、行きましょう、なおくん競馬、6枚ここにかければ、そんな負けないんじゃないか、あ、バラエーだ、これはもう1点にはもう1回捨てます、6以外の6なんかなんて来なければ全部6枚以上だから絶対増える、頭いいな、もう実際これに来たらしょうがない、あ、でもかけないじゃん、6はかけない、これでもいいんじゃない、これ、うまい、これが市民の戦い方よ大事、村長、村の村長ですから言われたこと言ってる、頼むよ村長、任せ、お前だけでも、下民ども行くぞ、下民ども行く、来たよ、6以外なんで、緑以外なんで、これの緑遅いよ、いやー緑やばい、追い上げてきてる、3点6、やばい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 、ゴーゴーゴー、うわー、こいつやった、え、え、でも戦い方で1回見て、そう1回目でこれ負けた時点でヒューってやってることでしょ、うん、だりーな、このゲーム悔しがってないもん、もう1回いきます、またさっき同じ作戦、はい、次これどうすんの、あ、今回G1 だからいいですよ、逆にゴー捨てるから、今度はあー、なるほどね、大穴を捨てる、もう他を手がなく、うん、確かに、はい、6号以外ね、6号以外、6位次、あ、ゴーいいね、ゴーめっちゃ出遅れてる、ほら、最高上げてるよ、4ナイス、4ナイス、4ナイス、4上げて、次に1ナイス、はい、4ナイス、もう、応援するしかない、よー、いけ、ギリギリ、もっと応援する、いけー、いや、なお、やばい、いけー、火山一発逆転、増やしに行こうで火山って、いやだって一発リザーブ勝ちだもん、ほぼ、あー行こう行こう行こう、怪しいね、今さ、なおさ、一瞬今カメラ止まってたやん、めっちゃニヤニヤしてた、あ、そういうこと言うってこと、お前ねめっちゃニタニタしてた、行くよ、あ、これ来た、はい、入る、絶対入る、プラッシャーシェー、今の反応速度は絶対良かった、アップ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 、はい、一枚はやばい、一枚はやばい、ラストだよな、え、ラストや、7でいく、ナオの7ね、え、ナオの、おぉ、あ、ほら、5はね、5は何もかかってない、ゼロ、さあ、どうだ、あ、来た、うわぁ、ゼロにするって意味の5だった、いや、これ言葉も出ねぐらい悔しい、全然言葉出ねんじゃん、いや、占い師のアイドルだと、なおのプレーを人狼だと思って、お前の5プレー目を見に来た、ついてこないで、占い師は全員みんな分かった、誰か分かんないけど、最後勝負、どうよし、何やろ、釣りやります、え、釣りスピッツ、いいね、どうよし、今でかいのいるんじゃないの、今でかいの来てるらしいね、ほら、やった方がいいよ、あ、いいよ、これ多分50枚クラスで、これね、その1か8かになっちゃうけど、うん、多分バカ増やして市民っていうのをアピールしたいんで、だから豪気みたいなってことでしょ、うん、豪気はいいアピールでしょ、そう、釣りスピリッツはあのしょうもないね、ロットリ言ってもね、釣れないから、僕20でいきます、あ1プレイ20でいって20以下が来たというやつ20枚ね、できるならできる、じゃあ行こう、よしよしよし、えぐいよ、よし
もう一回20枚いきます。やばい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 、やべ、よしくん強い。よかった。3の星になる。めっちゃ緩めた。緩めた。最初の回転数がいってる。さっきこれ俺下行ってる時ちょっと反射に見えたんだけど。やったよね。反射するものない。メダルに反射。メダルに反射しました。マイナス6枚か。もうマイナス？まあ15ぐらいでいこうかな。行くわ。20のワンチャンある。この辺で釣りたい。そうだ。変なかかっちゃうよ。うわっ。じゃあ俺が今が10言ってたよ。言ってたよ俺が。待って、ラストワンプレイ。モンスタークラス。もうめっちゃいいやつ出る。さあカエルさん、これ雑にいかないでね。俺ミスったし失敗だよ。てめえ、俺が捕まえてやる。もっと使えるんだ。ほら、ボトルダメージ。すいません、さっきからずっとクソって言ったら俺に見えるようにだけ。どうしよう。キヨに見えた意味ない。お前に見せてる時点で意味ない。まあ俺終わりですから。はい、じゃあラスト僕いきますか。お願いします。ついてきてこい。ついてきてこい。さあ行こうぜ、ついてこい。何だいな、ラジオは勝てんよ。で、今回50枚あるじゃないですか。10枚を5プレイいこうかな。もう先に宣言してだから5プレイ目ももう先に言っとくよって。ちょっとせこいよね、これどっちでも捉えられるからね。市民だったらそんなさ、仲間混乱させないんだ。そうそうそう。いや逆だよ、だからこんな堂々としてるから市民だよと。俺はただメダルを楽しむよ、ただつまんない市民だったからね。普通に考えてくれ、これって3分の1なわけじゃん。だから1回は上に上げる。まあね、確率で言えばね。そうだから確実なんですよ。でも確率を超える男、それがライチャー。誰マジでだよ、だからお前だろ。ありがとう。おい、落ちちゃった。なんかやべえ、わざとらしい。はい、もう嘘じゃん。わざとらしい、しかもこれやよ。わー、今の行く流れだったね。わざとらしい。まあ行きました。じゃあ10、まず10でいきます。はい、タイミングありますか。はい。なげえよ。マジで集中してるから、市民として。市民として音関係ないんだ。まあ、マジで雑音だけで。分かった。はい、じゃあお前変顔してた人出る。ねえ、ねえ、見てた。見てた。ほら、さあここそれ、レボリューション、レボリューション。とにかくまだ大丈夫、あと3球あるよね。そうだね。でも2球しか見せれないから、この2球で魂見せる。だいぶ下手だね。やばいね。魂を込めて1球。ダメー。ダメ。逆にね。いや、上がる、これは。ここでダメって言ったことによって、ほらボールが。ほら、来た。あれ、やばいよ、悔しがりもしないんでしょ。そう。市民の。はい、ラスト16回かけちゃうわ。いきます、ラスト。まず集中するからタイミングあるから。いいよ、顔だけ取ってあげて、ある程度したら。多分やってるから。本当にやるんだ。本当にやった。マジでひどい、こいつ。やばい。じゃあラスト、ワンプレイはみんなそれぞれなんですけど、占い師は誰か一人見ることができるんで、はい、占い師の人名乗り出たってください。じゃあどうぞ。はーい。おーい、お前はね、まだいいよ。人狼候補が君だ。そう、リアクション取りづらいわ。あ、そうなんだ。どっちにしろだから。え、じゃあどうしよう。豪気で。ああ、あれか。いいんじゃない。ナイスやな。豪気やな。怪しいよ、お前。怪しいよ、鼻毛。おめえもじゃねえんか。おい、おめえら、ちげえ。違うか。キヨが5キロ見てくる。あんた、キヨはそこやんなくていいんだ。じゃあ他、そろそろやっていきましょう。はい、ラストは、俺が5000枚ぐらい下しといて。はい、ということで、結果発表。まあ、ということで、最後、鬼滅の5回目をやってきたということで。はい。まあ、これは結果は発表できないですけど、唯一占い師のキヨが見た5キロだけ発表できる。先に聞きましょう。はい、ゴーズくん、まず全部60枚。
枚数60枚あだから、せっかく冷えずに選ばれてるのさここで知ってるんだけど1枚も2枚かけて結果は もちろん負けゼロ市民の1位になるんだ。ということで僕 あの所持金60枚あったのでもちろん全ベッドです60枚魂の60枚バーンはいマジで来いアップ来いアップアップくそーボケちゃった超えるぐらいかけていこうかなということで僕はね1番と3番でかけました始まりますいけ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 頑張れ頑張れ1番頑張れ1でもこちらは111枚かけましたえぐれで31枚ですあと10枚残しいやでねブルー5番もちょっと来そうだから5番も全額いけいけ頼む頼むうわ終わったおっちゃん中のバーであるねこいつおっちゃん全部使ったおい何で残ってるバイス行きます初球はコーブナイスボール今の見逃し方的にもう一度かはい来たってことでラストストレートラストの本当の最後の希望をかけて火山にぶち込みたいと思います9枚とも頑張りますゼロになったりも分からないんでねぴょんぴょんよし行きましょうマジ来いマジ来いマジ来いマジで来いこれで感じでちょ笑いなしねマジで笑いなしだってございます本日の動画いかがでしたでしょうか人狼を僕が担当しましたがまさか比喩の占い師に見られるとは思わずやられてしまいましたこれからも人狼やメダル動画出していきますので楽しみに待っていてくださいそれでは次回の動画でバイバーイ